プラス A をご覧の皆様、舞台あの子より私に出演いたします、ゆいりょうこです。あの芸歴は私まあまああるんですけれども、舞台がですね片手で足りるぐらいしか実はやったことがなくて、あまりそのやる機会をがチャンスがなかったっていうので、今回お話しいただいた時にもう正直本当に嬉しかったです。私が演じます池亀楓という役は元女優さんで、今家庭に入っているしっかりしてそうに見えて天然で人に流されやすいという役なんですけれども、そこは全然ちょっと違うなと、人に流されやすくもないし天然でもないし、だいぶ違うなっていう印象はありますけれども、家庭に入っている元女優さんっていうのはもうあの本当に初めての役なので楽しみですね。いいなって、羨ましがることはあっても、それで自分をこう卑下にするような感じにはあまり思考がいかないですね、私。あ、いいな、羨ましいなで終わっちゃう感じです。はい。ご近所トラブルがないところ。でもこれ住んでみないとわからないから、なんとも言えないんですけど、自分がトラブルあったとかっていうことではないんですが、日々なんかこういろんなところから情報が入ってきて、こんな人がいるこんな人がいるとかって聞くと、嫌だなと思っちゃいますね、はい。でも勝ち抜くのって正直難しいじゃないですか。だから気持ちが負けないたとえ現実問題負けてるとしても心が負けないことが大切かなとは思います。自粛生活が長いこと続いて、もともとその綺麗好きではあるんですけれども、さらにこう家をピカピカにしたり、香りとかもいろいろこうディフューザーとかをいろいろこう変えてみたりとか、なんかお家の中のことを過ごしやすい環境にするのが心地いいですね。プラスアルファというより、なんか、うん、まず私あの岸本さんの作品を何作品か見てるんです。本当にあのご一緒できて嬉しいんですよ。嬉しいんですけど、本当になんかあの自分のなんか見たくない見えたくないっていうものをこの稽古中に感じてしまうだろうなと思いつつ、でもこれはもう女性の方にはもちろんもうあのあるよっていうので分かりやすいと思うんですけども、男性の方にもぜひ、女性はこういうところがありますよと発言にはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていうのも、あのすごく分かりやすく見てる方にもお伝えできる舞台になっていると思うので、コロナとかそういうものにも本当にあの体力面的にも気をつけてみんなで頑張って作っていきますので、どうぞ皆さん楽しみにしていてください。以上いいものであれば全然取り入れたいと思うんですけど、自分の趣味と合わなかったら合わないものは置きたくないっていうタイプです。でも夢が叶うのってなんか神社とかで言うとお稲荷さんなんですよね。よく聞くのはお稲荷さん。いいですか。いやもうだって分かんないですもん。はい。正解はですね、梅干しなんです。三つなんですね。はあ。あ、分かりました。梅干し、梅干しを3つ15日、分かりました。